皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。楽器未経験でも超わかる音楽理論講座第3回目でございます。3回目の今回はですね、インターバルというものを皆様と一緒に学んでいこうかなと思います。インターバル、まあ、平たく言うと距離のことです。まあ、日常的に僕ら距離使いますよね。そのどこどこに着くまで40キロとかさ、なんか自宅から駅まで何キロメートルですとか、そんな感じで、それと全く一緒。自宅から駅まで2キロメートルですみたいな感じで距離を測るのと同じで、音に関してもどの音からその音までうんたらかんたらですみたいな測り方ってのがあるんです。このインターバルを今回は学んでいこうと思います。ちょっとね、一癖二癖あって、たまにね、これうーって思ったりとかするんだけども、順番に追っていけばね、そんな難しい話ではないです。この動画が見終わる頃にはですね、もうドヤ顔でインターバルっていうのをねつってこう話ができるようにしていきたいなと思いますので、頑張って覚えていきましょう。まずインターバル、簡単バージョンの考え方と難しいバージョンの考え方の2つパターンがあります。もちろんまずは簡単バージョンから順番にいきましょう。突然ですけれども、皆様、楽譜って読めますか？楽譜、まあ、楽譜って読めますかって言われて、読めますっていう人なかなかいないと思うんですけども、結構英語喋れますかみたいに通じるものがあって、けどその英語喋れますかと同じような感じで、その楽譜読めますかって言っても、いきなり超絶難しい楽譜をこの初見でこうね弾けとか、そういうんではなくって、初見で弾けとかそういうんじゃなくて、もうナチュラルにその音程が分かればいいっていう話なんだけども、あの楽譜読んだことがないっていう方もね、安心してください。すげえ簡単。僕が今求めている楽譜は読めますかはすっごい低いラインです。踏んで読めます。踏んで読めるようになります。もう秒です、秒です。まあ、五線譜っていうのはその名前の通り5個の線が張ってあるわけなんですよ。で、それぞれ第1線、第2線、第3線、第4線、第5線とか言ったりとかするんだけども、まあ、この際の名前は結構どうでもよくて、単純にこの線の上に丸があるか、それとも間に丸があるかの2パターンしかないんです。この丸を書き込むことでその音程を表していくんだけども、基本的に上に行けば行くほど音程が高い、下に行けば下に行くほど音程が低いって、本当もそんだけの話、シンプルな話ですよ。で、よかったらその一緒にこうね、メモとか取りながらやってみてほしいんだけども、まずここ、五線譜の下にその一本、加える線で下線って言い方するんですけども、下線を引いて、その団子が刺さった状態ですね。ちょうど丸にバンってこうやった状態。これがドです。で、ここから順番にこの上がっていくんですけども、刺さってるじゃないですか。だから次は刺さんないです。刺さった！刺さんない。刺さった！刺さんない。刺さった！刺さんないみたいな感じで、これ今順番に登っていってるんです。で、これこそがもうドレミファソラシドっていう音程を表していることなんですよ。すっげーシンプルじゃないですか。とりあえず最初はね、いきなりこのバーンと覚えるのは難しいと思うんで、まずここですね、下のドと上のド、この2つをまず覚えてください。そうするとあとはもう数えていけばいいからさ、なんかここにこうバーンと適当に丸があってもね、パッとは分かんないかも分かんないんだけども、下から数えるか、それとも上から数えるか、ちょっと近い方から数えていけば必ず分かるっていうね、ほんともうこんだけの話です。めっちゃ簡単じゃないですか。これがそのね、五線譜の読み方、まあ、今回僕が求めてる読み方なんですけども、まあ今まで五線譜読んだことがない方も安心して読めるかと思います。では早速ここで僕からの問題でございます。一緒に五線譜の練習をしていきましょう。今プレミア公開で見ている方々はですね、一緒にこうね、レーとかソーとかファーとかそんな感じで一緒にコメントをしていただけたら幸いでございます。はい、問題1、ベベン、これは何でしょう？ドですね。そうです。はい、次はこれ、ベン、ドですね。じゃあこれ2個下がりますね。ドシララです。で、その次、じゃあこれちょっと難しいかな上から行ってもいいです、下から行ってもいいです。下からドレミファって感じもいいです。ここの線がミのラインなんですよね。ミのラインの上っていう見方でもいいですし、このソのラインの下っていう見方でもいいです。で、どっから数えていってもいいです。これはもうファ。じゃあその次はこれ、そうですね。じゃあちょっと意地悪して、これどうでしょう？どの音からドレミって感じでミになってますね。じゃあその次上に行って、これ上に行っても、もう数え方全く変わらないです。ちょっと早いよっていう方いらっしゃるかも分かんないんだけども、まあ後でね、もう一回ビデオゆっくり巻き戻して見てみていただけたら幸いでございます。これはもうね、ドレミファソ、ソですね。こんな感じです。まあ、パッと出てこなくてもね、なるほど
ってなったかと思います。こんなまあシンプルな話なわけでございますよ。でこの音の、読み、その五線譜の読みができれば、まあすんごい簡単にそのインターバルというのはですね割り出すことができます。ちょっと実際にそのインターバル数えていきましょう。まずインターバルのすごい大きな特徴として、距離、普通の距離と違ってゼロってものが存在しません。これとこれ比べた時に同じ位置にあってもね1っていう言い方をします。順番にいきましょう。もう一回その五線譜をペペッと書いて、まあよくある問題集、楽典とかのその音楽の問題で出てくるのは、じゃあドと、ドあります。この2つのインターバルを答えなさいっつって、こうなんか四角が用意されてて、ここにこの1とかで書いたりとかするんですけども、まあさっき言った通り、同じ音程に関しては1っていう言い方をします。0ってものがありません。で、本当にもうすごくシンプルな話で数えていけばいいんです。例えばだけども、ドレミファソラシという音程方としましょう。ドとドのインターバルを答えなさいは1なんですよ。じゃあドとレのインターバルを答えなさいってなると2なんです。ドとミのインターバルを答えなさいって言ったら3なんです。その始まった音と後ろの音、これらを含めてドレミって感じで、その3つあったらその3度なんです。でその次ドとファだったら4度、同じようにドとソだったら5度、ラだったら6度、7度っていう感じでもう数えていくだけで、これが例えばその基準がレだったとしても全く一緒です。レとファのインターバルを答えなさいって言われたら、わかりますか？レとファのインターバル。3ですよね。レ、ミ、ファっていうことで。で、他にもじゃあ、ミとラのインターバルを答えなさいっていう問題があったらどうでしょう？ミとラ。ミ、ファ、ソ、ラ。ミ、ファ、ソ、ラって4度ですね。こんな感じのノリでございます。すっげえ簡単ですよね。ちょっとこれをじゃあ五線譜上で練習をしていってみましょう。そんなにすぐ答えなくてもいいので、ちょっとゆっくり考えながら答えてみてください。これとこれは何度でしょう。そしてこれは何度でしょう。これとこれは何度でしょう。これとこれは何度でしょう。これとこれは何度でしょう。でこれとこれは何度でしょう。でこれとちょっと意地悪して、じゃあこれは何度でしょう。どうでしょう。順番にいきましょう。間違えてもいいです。ぜひ一緒にコメントしていただけたら嬉しいです。ここに関してはまず3ですね。ドレミっていう3つの音が含まれてます。3で、ここに関してはちょっと遠いですね。ミファソラシドって感じで、6つ音があるので、ここは6度です。で、ここに関しては、ド、シ、ラ、ソ。4つあるので、これは4度です。ここに関しては、ソ、ラ、シと3つあるので、3度です。ここに関しては、シ、ド、レ、ミ、4つあるので、4度です。ここに関しては、ミ、レ、ド、シ、ラ、ソ、ファ、ミ。8個含んでいるので、8度です。こんな感じの考え方です。どうでしょう。まあ最初はね、ちょっとこの間挟まってる、そして刺さってるっていうこのね楽譜の見方でちょっと戸惑うかもわからないんですけども、まあなんとなく慣れてきたらね、ああなるほどねっていうふうになるかと思います。これがその簡単バージョンのインターバルでございます。でもこの簡単バージョンのインターバルはですね、すごくこう致命的な、とてつもなく致命的な欠陥がございます。それは何かと申しますと、前回の動画の時にその全音とか半音とか練習しましたけれども、シャープとかフラットとかってあるじゃないですか。例えばそのドの半音上のドシャープ、鍵盤でいうとこのドの音とドシャープの音、ちょっとまた実際に鳴らしてみましょうか。黒鍵が2つある中の左側、これ、これがこのドの音ですね。でその次ドシャープ、これ、このドシャープの音、まあ明らかに違う音ですよね。ドとドシャープなんですから。なんでその別々の音なんだけれども、実はですねこれね、この簡単バージョンのインターバルの数え方だと同じ1になっちゃうんですよ。違う音なんだけども1になってしまう。でもちろんちょっとややこしくしてドフラットとドシャープっていうふうにすると、もう全然違う音なんだけれども、これもね1になってしまう。
で逆に、シ、シャープシとド、シの半音がドの音なんでね、その、まあ、結局同じ音ってことなんですけども、同じ音なんだけども、これはね、その楽譜上で同じ音なんだけども、2度っていう風になってしまうと。いう感じで、こんな感じで、こういろいろね、この不都合が生じてしまうわけなんですよね。簡単バージョンの方だと、こういうこの正確な言い表しができなくなってしまうっていうのが、まあ一番のデメリットなわけでございます。で、そこで登場するのが、まあ難しいバージョンの数え方なんだけども、ここは完璧に覚えゲーです。インターバル。まあそのゼロが存在しないっていうのと、そのね、あの離れれば離れるほど数値がでかくなるっていうのと、その数え方を学んだならば、次はね、覚えゲーです。その定規を覚えましょう。音楽の定規でございます。物差しでございます。普通の距離だったならば、もう数字を数えることができたならば、もうゼロからスタートして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10までいったら11、12、13、14って感じで、まあそこでね、コツ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 と一つずつ音が、あの数が増えていくだけじゃないですか。けどインターバルの場合はなかなかそうもいかない。どんな感じで数えるかと申しますと、まずこの物差しはですね、12個に区切られます。こんな感じで12メモリ入った物差しをちょっと一旦書いてみてくださいませ。これが1周分の物差しです。順番にいきます。まずここがね、1、さっきも言った通り、その0ってものが存在しないので、同じ音程があった時に1っていう言い方を必ずします。でその次、ここからがですね、はっていうところです。小文字の M でマイナーと読みます。小文字の M はマイナー。これマイナー。で、大文字の M はメジャーと読むんですけども、まあ、とりあえずここはマイナーセカンドっていう言い方します。マイナーセカンド。謎っすよね。どっから来たマイナーみたいな感じですけども。で、マイナーセカンドの後はメジャーセカンド。書きます。ポイントとしては、マイナーメジャーという順番なんです。これは必ずそうです。マイナーメジャーという順番、これが逆になることはないです。でその次、マイナーサード、そしてメジャーサード、こんな感じです。このマイナーメジャーの関係ですね。2は2なんだけども、2の中でマイナーとメジャー、そしてこの3は3なんだけども、3の中でもマイナーメジャーという順番になっているわけでございます。こんな感じ、ちょっとややこしいですよね。ん？ってなるかと思います。ちょっと順番に行きましょう。その次、ここは4です。4に関しては、詳しくは割愛するんですけども、1と同様に、このマイナーとかメジャーとか、そういった枕言葉みたいなのはつきません。で、その次、ここは4シャープとします。で、その次、5。で、その次、マイナー6、メジャー6、マイナー7、メジャー7。こんな感じの考え方をします。6に関しても、このマイナーメジャーがあって、7に関してはマイナーメジャーがあると。まあね、このね、バーッとこうリニアに見ていくとさ、はーって感じがするかもわかんないんだけども、まあ特徴をつかんでいけば、まあ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 って感じですよね。特徴をつかんでいけば、まあ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 。2、3、6、7に関してはマイナーメジャーっていう単位ができて、必ず2つずつこのブロックを使っていくと。そして1、4に関してはマイナーメジャーというものはつかない。で、4の後は4シャープが来て5ってものが存在するっていうのが感じですかね。その法則というか、その特徴を把握することができれば、まあそんな難しいところではないかなと思うんですけども、どうでしょうか。これが、今回、一番最後のラスボスであるインターバルの物差しでございます。この物差しを使うと、そう、めちゃめちゃ正確に音程を測ることができるんです。ちょっくらやってみましょうか。この物差しを使って音程を測っていく。例えばさっき五線譜で簡単バージョンで、じゃあ、例えば、じゃあ、ドとレにしましょう。ドとレ。これはまあね、2ですよね。ドとレ。2つの音を含んでいるので、まあ2度です。けど、難しいバージョンでいくとすると、単なる2ではなくて、どっちかのはずなんですよね。マイナーセカンドかメジャーセカンド、どっちかのはずなんです。で、ここで登場するのが、まあ、鍵盤でございます。見ていってみましょう。まず、その、ドの音、スタート地点、これですよね。スタート地点から、1歩、2歩。向こう側にこの目標のレの音があるわけじゃないですか。これを
見てみると 1,2,3 個ありますよね。 1,2,3 個、3ブロックってことは、ここが基準のドであって、その次このドシャープがあって、でここに目標のレがあるってことなんで、これは単なる2ではなくてメジャーセカンドっていう言い方ができるんです。これがその正確なインターバルの測り方っていう話なんだけども、もうちょっと言ってみましょう。その次じゃあドとミの音いたとします。どうでしょう、ドとミ。まあ先に答え書いちゃうと、そのドがあって丸があってレがあって、でその次レシャープがあって、ここにミがあるわけなんですよ。なんで簡単バージョンの見方でいけば、これはねその単なるサンドって感じなんだけども、難しいバージョンで見ていくとすると、これはねメジャーサードっていう言い方をすることができるんです。こんな塩梅です。この正確な物差しを使っていけば、さっき言ったようなその矛盾が生じる音程に関しても正確に言い当てることができるんですよ。例えばドと、ドシャープに関して、さっきはねその同じ1になってしまって、あららら困ったって感じなんだけども、まあ、正確に言うとドとドシャープなんで、これはねマイナーセカンドって言い表すことができるんです。こんな感じです。ちょっとどんどん行きましょう。ちょっと数えなきゃダメだからね、少し時間かかっちゃうかもわかんないけど、じゃあその次ミを基準にして、じゃあシの音ここにあったとしましょう。いやー途方に暮れますねミの音からでしょ、ちょっと待ってみたいな感じで、まあ鍵盤を使って、見ていくことをもう強くお勧めします。ミの音ここです。で上のそのシの音がこうなんで、この鍵盤数を見ていきましょう。出発地点から 1,2,3,4,5,6,7,8 個あるわけです。8個ってことは、この頭の基準のところから8個目、ここから2,3,4,5,6,7,8 個、ここってなるとフィフス、ベベン、答えが出ました。これはフィフスです。ちなみにギターの場合だったら、予言の、2フレットですね。予言の2フレットがこのミの音で、この音はその予言の9フレットになるわけなんだけども、このね、フレットの差で見ることもできます。まあ、このね、フレットの合間が、まあ、その8フレット離れているわけじゃないですか。そのね、フレットの分、2フレットから2,3,4,5,6,7,8,9 っていう感じで、見ることもできます。ギターの場合はフレットで見ていきましょう。鍵盤の場合は半音ずつで見ていきましょう。こんな感じで数えていけば、まあ、どんな音程が出てきたとしても、まあ、一応的確に言い合わせることができるっていう話なんだけども、いかがでしょうか。これがその難しいバージョンの、インターバルの数え方です。ちょっと練習があったらもう少し続けてみましょうか。意地悪をするわけではございませんが、じゃあこのシのところから、ここはさっきフィフスと言いました。ここは何度でしょう。数えてみてくださいませ。ゆっくりで大丈夫です。ゆっくりで。で、ここからじゃあ、この音は何度でしょう。このソの音から、ドの音は何度でしょう。ドの音から、ファの音は何度でしょう。どうですかまためんどくせえことしやがってっていうふうに思ったかもしれないんですけど、まあまあ数えていけんですよ。数えていけんです。鍵盤を使って数えていきましょう。こういうことはですね、コツ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 やっていくことが大事です。シからミ、シからミ、シからミ、これ鍵盤の数見ていくとすると 1,2,3,4,5,6 個あるので、フォースですね、フォースです。で4度、でその次ミの音から、その音、ミからソ。で、これ、降りていく場合もですね、数え方は全く一緒です。1,2,3,4,5,6,7,8 個。8個なんで、これはフィフスですね。これです。で、その次、あ、またこれフィフスだな。ちょっと、答え言っちゃうけど、これまたフィフスです。で、その次、これまた4度です。あれ、なんかもっと難しいのに出したいな。じゃあ、ここから、これ嘘これはやめよう。今やめよう。これは大混乱を生んでしまう。やめよう。ファの音から、じゃあ、これにしましょう。ベーン。どうでしょう。ファの音から、ミの音。めんどくせえ。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12個目。まあつまりもうラストですよね、ここ。なんでかっていうと、このファミとあって、そのミノとか上に行くとオクターブで一周しちゃうんですよ。だから一周してしまうその手前の音ってことなんで、このメジャーとメジャーセブンスってやつでございますね、が正解でございます。メジャーセブンス、大文字の M で、7と付け足してメジャーセブンスという感じです。どうでしょうか。まあ、こんな感じにその一つ一つ理解していけば、まあ全然あの分かる範囲かと思うんですけども、いかがでしょうか。まあ、こういったものを使ってね、そのコード理論とかそのスケール理論とかを展開していくわけなんだけども、そのスケールとかコードとか理解する上で必ずこのインターバル理解しないと何が何だかちんぷんかんぷんになってしまうので、まあ今回のこの動画ですね、しっかり理解していただけると嬉しいなと思います。そんな感じでしょうか。まあ今回の動画もなかなかいい感じで長くなってきたので、これで終わりにさせていただきましょう。次の動画からちょっと何にしようかなと思ってるんですけども、まあ、コードのトライアドとか、そういった話をさせていただこうかなと思っております。もし皆様の方でですね、こういう話もしてほしいとかね、なんか質問とかありましたら、ぜひあのバシバシとコメントとか残していただけたらすごく嬉しいなと思います。そんな感じで今回はインターバルの話でございました。簡単バージョンと難しいバージョン、ぜひ両方とも覚えていただけたら嬉しく思います。そんな感じです。ではご意見ご感想ありましたら、お気軽にコメント残していただけたら幸いでございます。それではまた違うところをお会いいたしましょう。さよならグッバイの前に、私、竹澤勝成、YouTube メンバーシップなる、ジャワ会なるものをやっております。まあ、なんか、オンラインサロンというか、なんか、みんなでこう、ワイワイやってるような、なんか、そんな感じのコミュニティなんですけども、まあ、そこに来ていただくとね、僕も気軽に、その、いろいろと質問に答えたりとかできますし、結構、ギター仲間とか、音楽仲間とか、そういったこともですね、結構、たくさん、バッと増えたりとかして、面白いと思いますので、まあ、1ヶ月だけ、お試しで良いので、ちょっとご入会とかも、ご入会とかも検討していただけたら嬉しいなと思います。そんな感じで、じゃあ今日も最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。